こんにちは、リッキーニーティングです。今回も編み物ラジオ撮っていこうかなと思います。で、今回の編み物ラジオね、ちょこっとだけ先週お休みした理由をお話しした後に、でそれについてねお話しした後に、今までハマった趣味をねちょっとお話ししていければなと思います。でね、ちょっとテキストでね、先週ちょっとお不幸があってお休みしますっていう風に投稿してたかと思うんですけど、なんだっけ、母方のね祖母が亡くなってちょっとバタバタしていて収録とかもできなかったのでお休みすることにしました。でちょっとその母方祖母のこともね話せればなと思います。母方の祖母ね、ちょっと持病があってずっと入院してたんですけど、先月末か今月の頭かに主治医の方からね、そのいつ急変してもおかしくない状態だから、話せるうちにね会ってくださいっていう風に説明があったみたいで、ずっとコロナ禍でね面会できてなかったので、今月入ってからね会いに行き始めてました。で最初行った時はまだ話せたので、もう僕とね母が病室に入ったらもうすごくニコってして、でうちの母のね足とか心配したりして、あんたも頑張って歩かないよって言ってました。でやっぱコロナもあるからね長居はできないので、ちょこっと話して、なばあちゃんまた来るねって言って言うと、うんありがとうって言って、で帰って、で次の週ねまた行った時は寝てたんで、ばあちゃん来たよって声かけたら、もう起きたら痛いって言って、もう全然話せる感じじゃなかったです。だからね、ごめんごめん、もう寝てていいよって言ったらそのまますっと寝てっていう感じだったので、あんまり話がねできなかったんですけど、で翌週、だから先週ですね、ふっとね、いつもはおばとか母に連れてってって言われて、あそうねって言って行ってたんですけど、珍しくね、あ今週ばあちゃんとこ行ってないなって思って、僕がですね。でちょうどそう思った日が休みだったけども、夕方だったので、その次の日が夜勤で、また夜勤明け休みでなってたので、まあ、明けの日か休みの日かにね母連れてまた病院行こうかなって思ってたんです。そしたらね、その日の夜に急変して亡くなっちゃいました。だからああやっぱあの時思った時に言っとくべきだったのかなって思ったりもしたんですけど、まあしょうがないですよね。だからあそっかみたいな、で電話かかってきて慌てて行ったけど間に合わず、でちょっとねお葬式とかしてたんだけど、台風がね九州地方に接近して、そしたらその台風の影響で、ね、火葬場が予約取れないというか、いつもだいたい何時って予約を取るらしいんだけど、それがほら取れなくて、結局台風の影響で押してるから、ね、だから普段よりも1日遅く火葬することになりました、だったんで、お通夜葬式じゃなくて仮通夜通夜葬式みたいになりました。で、そうね、会社の方もね、その僕とばあちゃんがどういう関わりだったのかっていうのを聞かれたので、まあね、小さい頃からよく手伝いに行ったり、体が悪かったから手伝いに行ったり、母がやっぱりね、体が悪いから母ができない分僕がやったりしてたってことを言ったら、そのじゃあしっかり送り出してあげなさいっていうことで、夜勤ってうちは2日カウントなんですよね、勤務日数が。だけどそのでどこまで休みあったらいいねって聞かれて、でそのもともと
夜勤明け休みのところの休みまでで火葬が終わるからそこまでお休みいただけると助かりますって言ったらお休みくださって、すごくねありがたかったです。ちゃんと送り出すことができました。おー硬いな。うん。そこは本当感謝だなって思います。孫ってねやっぱりほら切り切って1日とかって言うし、まあ会社の規定によって違うんだろうけど、結構そういうところが多いって聞くので2日ねもらえたんでありがたかったですね。でそのおかげでねもうあの家族葬にしたっていうのもあって、お正月にばあちゃん家にみんなで集まったみたいな感じでね、ばあちゃんの話をしたり、いつ何気ないいつもの感じで話をしてたりとかで、もうあのしくしく悲しむばっかりじゃなくて、もうなんかほんとワイワイとばあちゃんを送り出して、葬式とお通夜終わったなって感じでしたね。でこんな風にねこのよしで、そんなこんなでねあのね気づいたら今日月曜日っていう感じで、今慌ててね編み物ラジオ収録してるんですけど、うん、さっきも言ったけどね、あのそのばあちゃんの話をしてね一本編み物ラジオと思ってたんだけど、なんかやっぱいろいろばあちゃん母方の祖母って結構ね喧嘩したりもしてたので、結構いろいろね考えれば考えるほどいっぱい話が出てきてね、取り留めがなくなっちゃってまとまらなくてダメだと思って何回か撮り直したんだけど、結局同じだからちょっとばあちゃんの話はねこの辺で終わりにしようかなと思います。でそんな感じで先週の更新はお休みさせていただきました。で次のお話がそのハマった趣味、今までにハマった趣味なんですけど、僕ね運動って本格的にやるのはあんまり好きじゃないんですよ。でも一応ね小学校の時にねサッカー部入ってて、部活でね入ってたこともあったんだけど、その部活で本格的にやるのは好きじゃないんだっていうのが分かってやめちゃったり、うん、そうだな。でもね趣味っていうよりは結構仕事してることの方が多くって、だからダブルワークも結構昔からいろんなのやってたし、学生の時もねバイト掛け持ちとかしてたし、うん、っていう感じでしたね。で社会人になってからもうダブルワークしてたりしてなかったりしてたんだけど、やっぱりね今までで一番長く続いた趣味って言ったらね3つあって、3つじゃない4つか、うん、あのサイクリングと、サイクリングって言ってもそんな遠くまで行くとかではないんだけど、サイクリングも一時やってましたね、今もやってないけど、うん、あとサイクリングとなんだっけな、写真か、写真とあとそのパンとかお菓子作り料理とこの編み物ですね、うん、が社会人になって一番続いてた趣味ですかね。まずサイクリングはね、それこそ社会人成り立ての頃にちょうどロードバイクとかクロスバイクが流行りだしたぐらいの時に、あいいなと思って、でもなんかその自転車にそんな高額な値段を出すっていうのがなんかちょっとなと思って、でも買いたいなっていうのがあったんでクロスバイクをその当時はね買ったんですよ。ロードバイクねちょっと試乗してみたけど怖くて慣れないから、だからその時はクロスバイクにして買ったんだけど、それも何年かしてねあんまり乗らなくなったんで売っちゃったんですよね、うん、で3、4年前ぐらいにまたその自転車欲が再燃してきて、今度はねクロスバイクは1回乗ったからって言ってロードバイクをね買いました。でそれも結構ちょこちょこ乗りに行ったりしてたんだけど、また結局乗らなくなっちゃって売りましたなのでね自転車はね買わないどこと思って、買う時は結構するけど
売るときは本当に安いんで、もしばね、もう自転車はいいのは買わないでおこうと思っています。で、次が写真ですね。何をきっかけだったかわかんないんだけど、風景撮るのが好きになって、それこそ最初はねスマホで撮ってて、でインスタとかでそういうのを見るようになって、あ、やっぱカメラいいなって思うようになり、でカメラを購入しました。あ、すいません、ちょっと絡まっちゃって途中で止めちゃいました。なので写真も結構、ただね、カメラ買ったくせにね、よくね、あ、写真撮りたいって思った時には手元にカメラがないみたいなことはよくありましたね。だったので、結局ね、カメラを持って写真撮り行く時はいいんだけど、そうじゃない時は結局スマホっていう感じだったけど、なんかいろいろ調べるとね、スマホでも結構いい写真撮れるっていうのが分かって、カメラ買っちゃったよって思いながらね、でも やっぱりカメラにはね、カメラの良さがあってっていう感じ。ただね、このハンドメイド作品もカメラで撮りたいんだけど、全然カメラじゃ綺麗に撮れなくて、結局スマホでね撮ってます。だから宝の持ち腐れ状態ですね今。で、次にパンとお菓子作り。料理はね結構前から好きだったんだけど、パンとお菓子はね、ちょこっとやったこと、お菓子はねちょこっとやったことあるけど、パン作りをやってみたいと思ってて、やろうかな、どうしようかなと思ってるタイミングで、ちょうどねうちのオーブン壊れたんですよ。で、うちのオーブンだとそのオーブン機能を使ってなかったからね、引っ越しの時にオーブン用なの皿、オーブンのトレイカを多分処分しててなかったんで、オーブンが使えなかったんですよ。だからパン焼けないじゃんって思ってたら、たまたま壊れて、で、あ、じゃあ僕が買うからって言って、オーブンもいい、結構ねお菓子とかパンとか作りたいからっていうので、ちょっといいやつを買って、で作り始めました。ね、最初はね全然美味しくなくて、焼きたてなのになんだこれと思って、結構ねいろいろこね方とか調べたら、ほら YouTube でね生地の作り方とかいう動画が出てたりとかね、そんな感じで独学で結構そうやってハマってやってて、できるようになって美味しいパンが焼けるようになりました。で、そんなこんなしてる頃に、ちょうどそのだからパン作りを始めるちょっと前ぐらいからね、かぎ針編みやりたいなって思ってて、でもかぎ針編みね、その最初に編み物を習った時にかぎ針編みも一緒に習ったんだけど、挫折してたんですよね。なんかこの拾う目が分からなくて、小学校だったからね、分からなくてできなくて、かぎ針編みは無理っていう感じだったんです。で、その印象が残ってたから、あーでもなーって思いながら 2,3 年過ごしてて、で、その始めたタイミングでね、ふと編み物も YouTube でいろいろ動画出てるんじゃないやり方と思って検索してみたら、まあいっぱいあるわけですよ。で、僕かぎ針編みなんでしたいと思ったかっていうと、棒針でね、その帽子が編めるって知らなかったんで、あれを編むならかぎ針編みだろうなって思ってて、でニット帽を編みたいなっていうので、あのかぎ針編みしたいなっていうのがあって、ニット帽の編み方で調べてみたらいっぱい出てきて、でその中で、あ、これ編みたいっていうのを見つけて、で100均に糸買ってきて、で道具も100均で買おうとしたらね、なんかあのかぎ針のグリップの部分の色がねあんまり好きじゃなかったので、結局クローバーさんのねかぎ針を買って編み始めて、で編み始めた時にちょうどね先輩とか友達とかに出産ラッシュがあって、で家族分とその子供さんとね、もちろんその赤ちゃんの分はコットンとかの糸買ってきて編んだんですけど、似たような色で家族コーデじゃないけど、そんな感じでちょっと帽子だけね編んであげたりとかしてましたね。
未だにね使ってるよって言ってくれる人もいてすごく嬉しいですけど、ね、編んだもの見るとねやっぱ自分で下手だなって思いますやっぱ編み始めた頃の作品だからね下手くそだなって今なら思いますね、うん、で結局独学でそうやっていろいろ始めて、で多分インスタライブとかしだして余計に楽しくなったのかもしれないですね、編み物が。 YouTube とかねそういうのを始めたので結構いろいろ楽しくなって飽きずにね、何回かでもねあちょっとこれ飽きるんじゃないこの感じっていうタイミングはあったんですけど、なんかどうにかね飽きずにねこうやって今も続けております。今となってはね販売し始めたからねもう飽きたとかいう話じゃなくなってきてるけどねでも多分飽きないんじゃないかなって、よっぽどのことがない限りは多分やめることはないかなって思います。自分のね将来の目標に編み物が入ってきて関わってきてるから、本当に編み物嫌いにならない限りはやめないと思います、うん、まあ、そんな感じでやっぱり僕の人生の中で今までハマった趣味はその4つかな、だから写真と自転車、自転車はでもそんな言うほどハマったわけじゃないんだけど、うん、とだからまあ一番は写真、パンお菓子作り、料理も含めたそういう食べ物作りと、あとはそうですね、うん、あと編み物か、うん、の3つで自転車もちょっとみたいな感じですかね、うん、そんな感じで今までハマってきた趣味ちょっとざっくりすぎるかな、ちょっとねお伝えできればなと思って話してみました。やっぱりね結局なんか自己表現じゃないけどなんかそういう感じのものが多いんだなっていう感じはしますね。ものづくりもやっぱり自己表現だし写真も自己表現だしね、うん、写真も料理そういう食べ物系も別にアカウント持ってて、インスタの方ね、うん、インスタで投稿してたんですけど、うん、最近はもう編み物以外のアカウントはほぼ見にも行かなくなっちゃったかな。自分のプライベートだからね、リアルな友達とつながってるアカウントは見に行くけど、後半とかをねポストしてたやつとか風景写真ポストしてたのとか多分ログインできなくなったやつもあるんですよね うん、そんな感じで、じゃあいろいろ多分覚えてないのもいっぱいあるんだけど、結構形から入るからね後で買わなきゃよかったって思うようなことも多々あったんだけど、そんな感じでね一番印象に残ってるというか人生で一番ハマったであろう趣味はその3つと自転車ですかね、うん、ちょっと何回も同じこと言ってるかもしれない、とにかく、ね、まあ、でお話はじゃあこれで一回終わって、とにかくその最初にも言ったと思うんですけど、ばあちゃんの話しようと思って何回も撮り直したり、なんかね今日なかなかうまくまとめれない日って感じで全然ねうまく撮れてないので、いつも以上にひどいかもしれないんですけど、もうこれがテイクいくつね、テイク2とかじゃないんですよ、もうめちゃくちゃ何回も撮り直してて、何回撮り直したか分かんないぐらいねやり直ししてるので、なんか何を話して何を話しないのかが全く分かんなくなってて、話したつもりで話してないこともあるかもしれないし、話してるのに何回も言ってることもあるかもしれないんですけど、本当にそれはちょっとごめんなさい、申し訳ないですけど、てなわけでちょっとねそんな感じでと、ね、編み物ラジオちょっとね急いで撮ったので、ちょっとまた来週からはねちゃんと前もってやっていけるようにね頑張っていこうと思います。でそう最後にね
久しぶりにちょっと編み方動画を公開しようと思っていて、このニット帽です。セリアさんの糸を使って、セリアさんで売っている糸を使って編んでます。で、太いのでジャンボかぎ針でサクサクと編めて、奥が時間計って編んだら1時間ぐらいで編めました。これちょっとちっちゃくなっちゃったんだけど、こんな色もねあります。で、ちょうど毛糸が5色あるので5色編もうかなと思ってて、今もう4色編んでるので、最後の1色でね編み方動画をね出そうかなと思います。なので、その動画もねちょっと撮影しながらやっていこうかなと思っております。こんな感じで、今日はなので、その先週お休みした状況の報告と作品紹介と今までハマった趣味っていうお話でした。ちょっとね、多分ちょっととかだいぶまとまってないので本当に申し訳ないです。ではでは、今回はこれで編み物ラジオ終わりにしようと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。